二一スタート、はい、どうもこんにちは貧客マサです今回は白石峠で KRT 直エース勇気をお祈りしてみました早くもういきなりね、ちょっとちぎられそうになって るんですけど序盤ゆっくり行くタイプですなんか言ってたような気がするんだよねもう全然ゆっくりじゃねえじゃねえかよって騙されたよ今回ちょっとねカメラのリアとフロントの向きが逆にしちゃっててスピードとかの方がリアの方に映って。 出るのでカメラの向きをちょっと俺の方を見るようにしていただいてスピードとか見ていただければと思います。できる限り頑張って追いかけましたのでちぎられるまで勇気の走りをご覧ください。 ちょっとツ、ね、ッコミ気味で頑張ってくっついてたんですけどこの緩くなったところで勇気が一気に加速してもうちぎられましたおいどり失敗でございます勇気 <laughs> の自己ベストが29分ジャストぐらいだったんでそれだったらかなりいい感じでおいどりできるのかなって思ったんですけど ちょっとね、自分としてはもう、しょっぱなあのペースは、もう早すぎました。もうそこで、だいぶ足を使わされ、もうペースを乱され、もう心拍もずっと上がりっぱなしっていう状態になってしまい、やっぱりね、ヒルクライムは自分のペースで、淡々と登った方が、 ん体的にもタイム的にもいいのかなとは思いますねもうこの辺豆粒のように雪がちっちゃくなってしまってもうお祈りっていうレベルじゃないですよねいや本当にね早かった <laughs> 自分が白石峠 走る時はだいたい1キロ走った辺たりのところのタイムを目安に今日の調子だとかまあペース的にちょっと早いなとか遅いなとか判断するんですけどそですね30分切るんであればまあ4分半そこで出てればかなりいいペースで耐えなければもう30分切りは余裕だな っていう感じのところなんですけれどもん自分で4分ジャストとかだったんで今回はこの辺ですかねこの辺で4分半ぐらいならとか思ってたんですけどもう全然4分ジャストで俺で4分ジャストってことは先行してる勇気はもう3分50とか多分その辺でそこを通過してるとは思うので いや、俺なんか、お話にならねえなって思っちゃいましたね。KRT エースは勇気だっていうふうにちょっと、この辺で考えちゃってました。 っってっていやもうすでにちぎられてるじゃねえかと思うんすけどちらっと勇気が後ろを見たんですよねまあ多分自分ももうこの辺でいっぱいいっぱいだったんでまあ先どんどん行ってくれ自己ベストを更新してくれっていう意味だったと思いますもうとっくにちぎられてますねこれははいすいません まあこの辺まではね勇気の姿も、まあ、ここなんか見通としいんで離されても。 見えてたんですけどもうこの先はもう一切ユ気キの姿を見ることはできませんでした。 この生椎茸とかなんちゃら書いてあるところあたりからちょっと。 きついなーって自分は感じるんですよねまあ勾配が落ち着くところもあるんですけどちょっとこの辺路面悪いですね結構勾配きつい区間が 長いかなーっていつも感じながら登ってますね。でこの先にあるコンテナミリタリージーンズって何ですかねちょっとそれいっつも気になってミリタリージーンズってなんだろうなとトム・アンド・ラブっていう。 いつもねトムジェリーって言い間違えちゃうんですけどねでもそれでもミリタリージーンズのっていえば話が通じる白石峠でございますこのミリタリージーンズのコンテナを過ぎて勾配が落ち着くまでがちょっとまたきついポイントですかね このねカーブの先もちょっと勾配きつくて長いんですよね。ここもお白石峠のきつい区間だと自分の中では認識してここで頑張りすぎちゃうともう後半垂れるんでここも頑張りすぎないで登んなきゃいけないんですけど。 ちょっと編集画面見ると心拍の数字が細かくてよく見えないですけど190ぐらいですかねもう頑張りすぎちゃってますねもう相当いっぱいいっぱいの状態で俺は走っていますこの先湧き水エリアが右手に見えます ここです湧、ね、き水エリアここいつもタイムしようとして使ってんですけどこの日12分半ぐらいで自分通過してるんですよねオーバーペースです30分切るんであればそこは14分台14分台後半でも30分切りは結構いけるのかな 14分で通過すれば相当いいペースだなって感じますね。それが12分半はもうかなり飛ばしてる状態ですね。もう勇気はここを何分で通過したんだろうしんどかったっす、ほんと一人見えてきましたね。これは。 KRT メンバーでしょうかお疲れ様ですあの。垂れなければ26分全然余裕で切れるペースです。あいやそれで29分しか出れないってことは。 後半よっぽど疲れてるってことなんですよ。飛 <laughs> ば <laughs> しすぎだと思います。まあこれで26分切れてたら問題ないんですけどね。ははあいやすげえいいペースです。<laughs> 速攻ちぎられました。<笑><笑><笑> TRT メンバーの一人でしたね湧き水エリアから垂れないで最後スパートをしっかりかけれればそこまでのタイムかける22プラスアルファみたいな感じのタイムが出せると思うんですよねだからまあこの自分で12分半のペースだったら25分プラスアルファ もう自分は完全にこれはオーバーペースすぎるっていうのでもう後半垂れるのは分かりきっていたのであれですけれども確か自分のベスト27分20ぐらい出した時はあそこ13分30だったかまあ、13分後半だったか忘れちゃいましたけどそんぐらいのペースだったと思うのでじゃし,しとげって後半。 平坦っぽいところが結構多くなってくるんでそこでしっかりスピードを上げられないといいタイムが出せない峠だと思うんですよね逆にそこをしっかり上げられればあんまり上りを頑張りすぎなくても30分切りだったりは見えてくる峠だと思うんですよねまあこの あそこの湧き水を過ぎての3キロ地点4キロ地点の中間地点がやっぱ足もかなり使ってますし勾配も結構きついのが来るんですよね緩いのも来るんですけどきついのも結構な割合で来るのでそこがちょっときついですね勾配がきついところ は、まあ、どうしても心拍っていうのは上がってきちゃうので、まあ、そこ頑張りすぎなくても心拍上がっちゃうんで平坦になった時にスピードを上げるんですけど心拍をちょっと落ち着かせるために深呼吸しながらギアを一段二段上げてちょっとスピードを上げてスピードを上げ平坦でスピードを上げれば。 まあ少し勾配がきつくなったところも多少打力で上っていけるので勾配きついところで飛ばすよりかちょっと緩いところでまあ心拍を落ち着かせながら飛ばしてで勾配きつくなったらまあ無理はしないけれどもまあ心拍が上がってきちゃうと思うのでその繰り返しですね。 あーここも結構きついんですよね。下ってるとこ、下ってる時は全然、全然何ともなく下ってんですけど、上ってるとこ、めちゃくちゃきついじゃねえかよ、ここって。 おらくそ <laughs> 心折れましたねまあかなりのオーバーペースで走ってきて、まあそこオーバーペースだっていつも心折れんすよねまあでもここで完全に勇気のことは諦められました正直 前半かなり突っ込んでるように思えたので、後半勇気が垂れるんじゃないかという、垂れて追いついて追い取りできるんじゃねえかっていう希望を抱いていたんですけれども、もうここで完全にそんなことはない。あいつはもう26分台出すかもしれない。いや、下手したら26分切るかもしれない。もう俺は俺で、 まあ心拍とか落ち着かせたりして自分のペースで走ろうっていうふうにまあうまく言えば切り替えられたっていうようなポイントですかねまあちょっと垂れかけたんですけれどもここカーブ抜けた先が平坦っぽくなってまあそこで 速度も少し上げられているのでまあ結果心折れたのは勇気の追い取りに関してだけだと思います自分の走りに関してはまあ自分のペースでっていうふうには切り替えて。 まあ30分切れなくてもいいやーぐらいには思ってたと思うんですけど <laughs> だれ<笑>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  虫食った昼 <laughs> クライムとかねまあ夏場なんかだと結構虫食いっていうのはあると思うんですよね、まあ、実際これが虫だったのかまあゴミだったのかよく分かんないですけども、まあ、何か口に入ってきて喉にくっつくような感じがあってまあ勾配あるところで水は飲みたくなかったんですけどもう飲まないとやってらんねえ状態だったので。 もうやむを得ず水を飲んだっていう感じですねまあ最大の補給食と捉えました、まあ、そんなんやってるうちに平坦区間がどんどん長くなるようなエリアに入ってきましたねやっぱりここら辺で速度を上げられないとタイムは出しづらいのかなと この手前の、まあ、ダンシングしたところなんかもう頑張りすぎちゃうと足にきてここを飛ばせなくなっちゃうのであそこを、まあ、うまく7割ぐらいの力で登れればこういう下手なところで速度を上げて、まあ、ちょっと勾配があったところもその速度の勢いで多少楽して登ることができるのであとはそれの繰り返しですね。 この辺も結構緩いので本当ならもう少し速度を上げたかったんですけどもう相当バテバテだったのでこれが限界だなっていう状態でしたねこれ以上上げちゃうともう足に来ちゃって後半垂れるっていうレベルじゃないというか。 もうインナーロードで軽いンス40とかで登る羽目になっちゃうのでちなみに自分のこのスコットはインナーが 30t なので相当軽いですスプロケの方は26を使っているんですけどもそれでも326なんで、まあ、かなり軽めのセッティングになってはいると思います それでもね、あのー、しっかり踏んでいければ30分切りっていうものが出せるので、まあ、あまり重いギアを踏むよりかはまあ重いギアで警伝数60とか落ちちゃうぐらいだったら軽いギアで708080、まあ、ぐらいで。 回したらいいのかなーってちょっとね、この動画だと、デンスセンサー飛ばしてないので、ケイデンス用事が出てないのが、すごい残念なポイントではあるとは思うんですけれども。多分、落ちても、落ちても70ぐらいだと思うんですよね。自分のこの走りだと。上げられてる時は、おそらく。 もう90近くまで上げられてんのかなちょっと違ってたらごめんなさいまあでも重いギアで踏んでいくとどうしても足を使ってしまうので軽いギアでくる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 まあしてった方がまあ後半こうここ緩いのかなこういった緩い部分緩くねえなまあ後半のまあ上りだとか平坦区間 っていうものもしっかり飛ばしていけるので、経験値で登るっていうのもすごい大事だなと思いますね。白石峠は 6.4km で 200m ごとに標識というか、まあ、看板あるんですけれど、まあ、自分の中では1キロごとにタイム計算みたいなのをしていった方が、まあ、30分切りになり、まあ、目標とするタイム。 のになるのかなるかと最初の1キロはまあ結構突っ込みがちなんで自分4分半とかで走ってて、まあ、次の1キロで、まあ、5分ぐらい見とけばまあ2キロで5分ああ5分じゃねえよ9分30。 でその後の3キロ4キロ地点がまあ足に来て結構きつい部分になるんでそこで5分半5分半で11分見とけば20分30秒で後半1キロごとじゃない後半2 4キロで9分30秒 2 4キロで9分30秒っていうと結構棋士かなと思うんですけどまあ相当緩い部分が後半出てくるのでやっぱり垂れずにしっかり踏めていけば2 4キロ9分30秒以内にいけると思いますまあこれが30分を目安にしたタイムなのでそれを もっと短縮したければ1キロごとに10秒ずつ短縮したとしても1分ぐらいの短縮になるので29分その20秒短縮すれば28分っていうような感じですねでまあもうちょっと35分切りを目標に。 とかいうのであればえー、30分からプラス5分になっているのでまあその辺は自分でちょっとやっていただければと思います確かこの先の方にケアリティチャージが見えたと思うんですよねそれまあなんとか追いつきてな っって思って思たんですけどもう自分も相当いっぱいいっぱいだったのでまあ全然追いつかないんですよ同じぐらいの速度で走ってて <laughs> この残り400の看板が見えて勾配がおそらく残り300ぐらいで落ち着くのでそこからどんどんスパートをかけていきたいですね ララストラストースパートーこれ先の方にいるメンバーに声をかけたんですね、まあ、多分聞こえてないかなまあでも自分にもラスト頑張ろうっていう意味でラストラストってもう全然伸びがないですね 次のカーブを曲がれば残り200切るのでもう全力スパートですねこっからもう下半持って頑張ってもう息も絶え絶え状態ですけれどもやっぱり足にきてるから全然伸びないんですよね速度上げたくても全然上がっていかない非常に苦しかったんですけどもうここで30分切れるなーって 思っっちゃってもう上半持って最悪ですねもう最後まで出し切れよってああもうほんと最悪ですねこれはほんとに最後までここまで全力で出し切れよってちょっと自分を叱ってやりたいです先にいたメンバーの方はねもっと近くで撮りたかったんですけど申し訳ないです自分が貧客なばかりに追いつけませんでしたストラバやられてる方は 白石峠3本連続で走ると変態認定セグメント取れますんで是非チャレンジしてみてください今回は初めてナレーション機能を使って編集してみましたまた忘れた頃に動画を上げていくとは思うので見ていただければと思います最後までご視聴ありがとうございましたちなみに勇気のタイムは27分23秒見事自己ベストを更新しましたおめでとうございます